はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、不当利得、民法703条から707条について解説いたします。で、まず不当利得ってどういったものかというと、法律上原因がなく得た利益のことを言います。例えば、誤って振り込まれたお金ですね。私と取引関係がある人からお金が振り込まれるっていうのであれば、まあそれは法律上原因があるわけですね。取引関係があるわけだから。でも全く見ず知らずの人から振り込まれたっていうのは、別にその人と何かしら契約を締結しているわけじゃなくて、法律上の原因がなく振り込まれた、得た利益ということなので、まあそういったものを不当利得と言います。不当に得た利益ということですね。まあ以前もニュースで問題になった誤送金問題ですね。ある地方公共団体が間違って住民に対してお金を振り込んでしまった、あれは4600万円ぐらいでしたかね、振り込んじゃったといった事例です。まあこういった場合っていうのは、その振り込まれた人っていうのは法律上何ら原因がなく得た利益なので、返還しなければいけない義務を負います。で、じゃあいくら返還しなければいけないのかっていうと、利益の損する限度において返還する義務を負うんですね。で、この利益の損する限度、これ現存利益という言い方するんですけども、ここが一つキーワードになってきます。で、もう覚えていただくのはこの二つで大丈夫です。パチンコ代とか、まあ、競馬の馬券とか、あと協定とかですよね。まあ、そういったもので浪費してしまったといった場合、もうその部分については、この現存利益には含まれないんですね。つまり、この部分については返還しなくてもいいんですね。で、一方で生活費で使っちゃったとか、借金返済で使っちゃった。これは現存利益があるということになって、それは返還しなければいけないんですね。例えば10万円振り込まれて、10万円生活費に使ったとか、10万円を借金返済に使った。これは10万円については現存利益があるとみなされて返還しなければなりません。なので、この点についてはもう覚えていただく方がいいと思います。で、続いて、悪意の受益者。これっていうのは、返還請求受けるってことを知っていて利益を得たものです。こういったものは、利息をつけて返還しなければなりません。また、損害を受けたというのであれば、損害賠償責任もこの人負わなければいけません。なので、返還請求受けることを知っているのであれば、すぐに返してあげましょうっていう話です。もし返さないと利息をつけて返還しなければいけないし、さらにはもし損害を受けたというのであれば、損害賠償責任も負わなければいけませんので、まあ早く返してあげましょうってことですね。その返してあげない間に間違ってね、振り込んだ人が損害を受けたというのであれば、損害賠償請求までされちゃうことになりますので、まあ早く返しましょうって話ですね。で、続いて、債務不存在を知って弁済をしたもの。例えば私が別に債務はないにもかかわらず、あなたに対して勝手にお金を振り込んだって言った場合ですね。こういった場合は返還請求ができません。こっちの場合っていうのは、誤って振り込んじゃったっていう場合なんですよ。間違えちゃった。こっちっていうのは、もともと債務がないってことを知ってるんですよね。自分自身知ってて振り込んでるわけだから、この場合は私、保護する必要性ないですよね。こっちは、誤って振り込んでるわけだから、その債務不存在っていうものを知らずに振り込んでるってことなんですよ。まあそういった違いがあるって話ですね。で、続いて、期限前の弁済。例えば私があなたからお金を借りました。1ヶ月後に返済をする約束をしました。で、その1ヶ月よりも早い段階、例えば2週間経過した時に弁済しちゃいました。まあこういった場合ですね。こういった場合は原則返還請求はできません。ただ例外として勘違い、錯誤があった場合ですね。錯誤があったというのであれば返還請求は可能です。まあもちろん1ヶ月後には返さないといけませんよ。期限までには返さないといけませんので、なんで1回返還してもらっても1ヶ月後のいわゆる期限には返済しなければならないと、まあ、いうことですね。で、続いて、他人の債務を自分の債務と誤信して勘違いをして弁済しちゃったといった場合です。例えば、あなたが負った債務なんだけれども、自分の債務と間違えて、債権者に対して弁済しちゃった。つまり、債権者っていうのは、あなたとまあ何かしら、例えば貸金契約をして、あなたにお金を貸していた。だから、債権者とあなたとのこう関係なんですよ。でも、私が間違って、自分が債務者じゃないのか、と思ってこの債権者に弁済しちゃった、といった場合です。まあ、こういった場合、この債権者が善意、
善意で例えば債権証書を滅失しちゃったとか、まあ、つまりこれ債権証書っていうものは例えばあなたにお金を貸していたっていう証書ですよね。まあそういったものをもう捨てちゃったとか、まあそういう場合です。そういった場合は返還請求もできません。つまり私がこの人に対して債権者に対して間違って弁済したんで返してくださいって言ってもそれはできませんよ。相手方が善意だからですね。また担保を放棄した、これはこの債権者とあなたとの間で貸金契約を締結していて、まあ、あなたの不動産に対して抵当権を設定していた、つまり抵当権者はこの債権者ですね。で、私が間違って弁済してしまって抵当権を消滅させちゃったといった場合、まあ、これが担保放棄ですね。まあ、こういった場合も債権者が善意なのであればその場合は返還請求できません。私は債権者に対して返してっていうことはできません。また時効消滅してしまった、弁済した後に時効期間がもう満了しちゃったっていう場合ですよね。まあ、そういった場合、私に対してお金返したとしても、もうあなたとの関係では債権時効消滅してしまっているわけだから困るわけですよね。この人としては、あ、時効完成する前に弁済を受けて、あ、よかったって思ってるんですよ。だからその期待というものを保護してあげましょうということで、この場合も返還請求できませんよっていうことですね。ただ私はあなたに対して求償することはできます。つまりこの債務者っていうのはこの他人ですよね。他人の債務を私が間違って弁済してしまったっていうのであれば、あなた利益受けているわけだから、私はあなたに対して求償することはできますよっていう話ですね。まあ、不当利得に関する内容については、これだけ頭に入れておけば大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。